皆さんこんにちは、ゆかです。今回は石垣、竹富、小浜の3島を巡る6日間の旅、ホテルバカンス、ワーケーションをしながら滞在するスタイルで旅をしていきます。今回は日帰りがポピュラーな竹富島に一泊して過ごした動画をお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。ラバハリ急げ急げ、間に合った。間に合ったね。バスに揺られて30分、夕暮れな離島ターミナルへ到着しました。13時のフェリーまでにまだ時間があるので、今からランチをしていきたいと思います。はい、行ってきます。これがバナナ。おお。あったけ。あったかい、もう、うん、だって焼きたてだもん。うん。ああ、ふわっとしてる。いただきます。うん。おいしい。うん、食べてみる。うん。うまっ。うまいね。うまっ。ふわ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 。うん。こっちのが熱いよ。うん。苦な。苦な。うわ、熱々熱い。あ、緑だ。うん、綺麗だね。ね。あ、ほうれん草っぽい。うん、私はね、うん、アリよりのアリ、でもこっちのが好き。うん、食べれない感じがする。うん、おいしい。これで、サーターアンダギーを別に買えたので、これからちょっと早いお昼を食べに行きたいと思います。ね、どこ行くの、どこ行くの、お昼は。バニラデリー。あ、バニラデリーに行きたいと思います。おいしい。なんかずっと格闘してんね。もうその横が私食べてる。僕たちも17人一緒にいるから許せるけど、3年ぐらいは猫かぶってたね。化け猫だった。あ、そんなもんですよね。そんなもんでしょうね。はい、というわけでバニラデリー到着しました。海果実に乗って竹富島の方へ向かいたいと思います。チケットはジャランの前よりがお得です。乗船時間およそ15分。上陸しました。はい。うわ、綺麗。見て、こんなに綺麗です。うわ、宿の方が迎えに来てくれたので、これから車で行きたいと思います。こちら本日お世話になります宿屋たけのこさん。お邪魔します。全6部屋1日6組様限定、竹富島ののんびりした空気の中で大人の休日を楽しめるお宿となっています。こちらロビー兼お食事処、伝統的な雨具や三線がディスプレイされています。風通しの良い廊下も素敵ですね。本日お世話になりますティダの間。落ち着く。真ん中の戸棚にはお布団。お布団は自分で敷くスタイルです。その上にはエアコン、下には扇風機、冷蔵庫。右の扉を開けるとウォシュレット付きトイレ、左ののれんの奥にはバスルームと洗面台。バスルームは広く使えてとても清潔です。バスタブも広くてリラックスできますね。清掃の行き届いた洗面台。アメニティは一通り揃っています。
足元にはタオル、ドライヤー。テレビは全く見なかったですね。ファブリックスプレーと殺虫剤、殺虫剤の出番がなくてよかったです。ちっちゃいテーブル、ミンサオリが可愛らしいですね。 Wi-Fi もありますが、テレワークにはちょっと厳しいスピード。ハンガーが5本、和紙のランプがエモい。ベッドにはウォーターサーバーがあります。ボディータオルとか歯ブラシがみっそり。一応ね、備品のトイレットペーパー、洗剤、さらに洗濯機。お外のテーブルはサンゴでアートが施されてますね。灰皿が貝、とても凛々しいシーサーですね。ハンモックやヤシの木がおしゃれなお庭。ここに一日いたら俺ダメになっちゃいそう。それでは気になる宿屋タケノコさんのお値段の方は、一泊二食付き27,500円です。さあやってきました。ここがコンドイビーチ。今回のお水着はアリシャスさんです。シーサクです。素晴らしい透明度ですね。水遊びの時間だ。ちなみにコンドイビーチはあまりお魚がいないんですよ、うん、だけどこれをつけたんだよね。そう。なんで潜りたいだけ。そうね。はい、入水。浅いよ。ただいま。わ、天国。涼しい。天国。トレードしまじが。アイス買う。100円のアイス。バレた。最高のアイス。やってない。本当だ。やってないね。お散歩の戦利品、ファンタシークアーサー。ああ、うまい。南国。こちらが和みの塔です。赤瓦の屋根を見下ろすことができます。ナバハリ。タケノコのそばがもうここで食べれる。あれ、これもしかして味噌汁じゃない？八重山そばって言ってたっけ。あ、これ八重山そばなの、うん、あ、めっちゃ美味しそう。なんか青さんに包まれてるんだけど。生まれ食べたらめっちゃ美味しいかも。美味しい。うまっ。あ、うまい。もずくかな。うん。塩ね。うん、おいしい。もずくの天ぷらは東京でも作ってほしい。うまいね。さあ、それでは宿屋たけのこさんから3分西桟橋の方で夕日を見ていきたいと思います。あ、すっごい雲
がすっごい雲がすっごい雲があれ溶かしに来てる。If I could lay down beside you, I would, I would. さあ、夜の星空を見に西さん橋の方までやってきました。こんな時間にさ、サトパンピンなんか食べないでよ。今日まで食べないと。いや、2週間持つんだって。うん、うん、旅行中は気にしねえって決めてるんだいつも気にしねえだろよラバハリ。おはようございます。のどかな朝だね。気持ちいいね。うん、気持ちいい。うん、それでは朝の朝食に向かいたいと思います。いただきます。ナスから食べていきたいと思います。うん、うまい。やっぱり、うん、ポテトね。うん、ポテト甘味噌って言ったってなかった。うん、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 匂いシーパン、うん、ハンドケーキ、カステラ、うん、紅茶に合う、うん、コーヒーだったラバハリ。それでは宿屋たけのこさんをチェックアウトして、また少しお散歩していきたいと思います。本日の竹富島の天候は曇り、はい、最高気温が28度です。はい、過ごしやすいね。過ごしやすい。ちょっとね、湿度がやっぱり梅雨の時期だから多いから、うん、そうだね、うん、そう、美肌効果が期待できますちょっとでもムシムシするよねムラムラじゃなくてムシムシで大丈夫。ムシムシなんか竹富島ってムラムラするね。ムラムラやっぱ朝来ると少ないね。ここが西桟橋です。それでは集落の方に向かってお散歩していきたいと思います。昨日やってなかった滝前が今日オープンしてます。マンゴー買ったかった買ったかった。それじゃあ前の休憩できるところで食べていきたいと思います。乾杯。乾杯。いただきます。うーん、美味しい。うまっ。はい、それではお宿を後にして離島ターミナルの方へ送迎してもらいたいと思います。ここ触った人少ないと思うね。ちょっとね後ろからこちらの八重山観光フェリーのカウンターで予約していた引換券をもらいたいと思います。ゲットした？ゲットした。うん、で、乗り場が出て3、4番って言っておりましたよ。はい、はい、こちらの新本舗さんでマリアシェイク買っていきたいと思います。はい、マリアシェイクです。
こちらサイズが S サイズ。 S サイズで今はマンゴー、チョコ、シナモンの無料トッピング付きでした。お値段の方は300円です。いいね。うん、うまい。マンゴーあった方がいいね。うん、それと合わせていくのが竹富島の竹潤で買ったカツオパさんの紅芋サーターアンダギー。じゃーん。あ、お色が白いんだね。白い。うん。うん。でも紅芋だよ。うん。あ、紅芋の味する。ふわふわしてる。甘くて美味しい。そこにマリアシェイクを合わせていく。うん。合うね。合うね。今回の動画はここまで。最後までお付き合いありがとうございます。さあ次の島は、次回も動画で一緒に旅してくれたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。